ポケットモンスターポケットモンスター金銀ポケットモンスター金銀は任天堂より1999年11月21日に発売されたゲームボーイ用ロールプレイイングゲームポケットモンスター金とポケットモンスター銀の総称この項目ではポケットモンスター金とポケットモンスター銀及び2000年12月14日に発売されたこれらの別バージョンである ポケットモンスタークリスタルを扱う。本作のリメイクについては、ポケットモンスターハートゴールド、ソウルシルバーを参照。任天堂 t e ー d 3DS 用バーチャルコンソール版については、後述するバーチャルコンソールの節を参照。ポケットモンスター金とポケットモンスター銀は、ポケットモンスターシリーズ完全新作の2作目であり、ポケットモンスター赤、緑、青、 ピカチュウの続編でもある。パッケージのポケモンは、金が法王銀が、ルギア。頬王、ルギアとも伝説のポケモンという設定で、今作以降のポケットモンスターシリーズのパッケージを飾るポケモンは、すべて伝説のポケモンである。ゲームボーイカラー専用ソフトというくくりではないものの、グラフィックや通信インターフェースなど、全面的にゲームボーイカラーに対応しており、また、 カートリッジにリアルタイムクロックを内蔵することで、現実世界と作中の時間の流れが連動する要素も盛り込まれている。本作では赤、緑の舞台となった関東地方の西に隣接する形で存在する上都地方がシナリオ前半の舞台となり、後半のシナリオでは関東地方が主な舞台となる。作中では前作から3年が経過しているという設定で、 大木戸博士のみならず、前作の主人公やライバル、ジムリーダーなど、多数の主要な登場人物も続投している。タイトルである、金、銀について、プロデューサーの石原恒和は、ピンクや紫でも良かったが、それでは、前作の延長にしかならない。でも、金、銀なら、前作の延長としての色のバリエーションでありながら、赤、緑とは違う。 色アルファが表現できたのではないかと語っている。金と銀の内容の主な違いは、特定のポケモンの出現率、出現するポケモンの種類、ポケモン図鑑のテキスト、ポケモンのグラフィックで、シナリオやキャラクターのセリフに違いはない。2バージョン同時発売されたタイトルで、バージョンごとにポケモンのグラフィックが異なっているのは本作のみ。 登場するポケモン全251種類のうち100種類が新しいポケモンで、そこには前作から存在するポケモンから進化したポケモンと前作から存在するポケモンの進化前のポケモンも含んでいる。基本的に新ポケモンの全てが新しい舞台である上都地方に生息しているわけではなく、関東地方の特定の場所でしか出現しない。 デルビルやマグマックのようなポケモンも珍しくはない。金と銀の2バージョンあれば図鑑が完成するわけではなく、不思議だね。人影、ゼニガメをはじめとする赤、緑のシナリオ中のイベントで1匹しか手に入らないポケモンはタイムカプセルを利用して本作へ連れてこなければ入手できない。新しい技も数十種類追加された。また、 前作から存在する技のうちいくつかの性能が変更されており、ゲームバランス、特に対戦に少なからぬ影響を与えた。例えば、噛みつくはタイプがノーマルから悪に変更され、急処率が素早さに依存しなくなり、通常の急処率の8倍で急処に当たる技、切り裂くや葉っぱカッターなどは通常の急処率の4倍程度に引き下げられたり、3割の 確率で相手を氷状態にする、吹雪の命中率と追加効果の発動率が低下し、状態以上である氷状態の行動不能は、一定確率で回復するように変更された。このような新しいポケモン、新しい技は、本作以降も完全新作の度に追加されている。前作と共通しているシステムも多いため、ポケットモンスター化、緑ゲームシステムも参照すること。 ここでは主に本作で導入された新要素を解説する。カートリッジ内部に搭載されたリアルタイムクロックにより、ゲーム中では現実世界と同じように時間が流れている。ポケニアには現在の曜日と時刻が表示されるが、その表示される時刻がそのままゲーム内の時間帯、朝昼夜となる。時刻と曜日は一度設定すると任意で変更することはできない。 この時間帯によって各フィールドにおけるポケモンの出現率と出現する種類が変わりまた曜日ごとに特定のイベントが発生する特定の曜日と時間帯が一致した場合にのみ起きるイベントなどがあるフィールド上のグラフィックも時間帯によって明るさが変化し朝は昼に比べ色が若干色味が薄めに表示され夜は薄や青紫色がかった表示となる 二つの新しいタイプ、アクト、鋼が追加された。電気から電気、鋼に変更されたコイルとレアコイル以外の新タイプを持つポケモンは全て本作で新登場したポケモンである。この新タイプの追加でタイプの相性によるタイプの強弱、つまりゲームバランスが変化したが、そのことについて開発元であるゲームフリークの森本茂げは前作と同じで、 結局エスパーが強いという話では面白くないと語り、西野孝治は悪と鋼を追加した理由について一番の目的はエスパー対策と語っている。特殊攻撃の攻撃力とそれに対する防御力を兼ねていた特殊が特攻と特防に分割された。ただし、この二つの能力の生まれつきの強さと基礎ポイントは共通しており、 ステータス画面で実際に見ることができる特高と特防の能力値は両者で共通している生まれつきの強さと基礎ポイントポケモンの種族ごとに設定された特高と特防のポケモンの種類ごとの能力によって算出されている前作から存在しているポケモンすべての特高と特防の種類ごとの能力についていずれか片方は前作での 各種の値と同じで、もう片方は、新規に値が設定されている。両方とも全く同じ値に設定されたポケモンも、いるが、高い、特殊を誇っていたポケモンは、片方は、以前よりも低く、と、シ種の低かったポケモンは片方が欠点を補うように、高めに設定されている傾向がある。ポケモンの性別は、前作では、ニドラン以外では、 触れられておらずゲームシステムとして存在しなかった概念だが本作から設定上、ゲームシステム上のいずれでもほとんどのポケモンにオス、またはメスの性別が存在するようになった。性別が存在するポケモンの場合、そのポケモンの攻撃の生まれつきの強さがある基準よりも高い場合はオス、低い場合はメスになるが、その基準はポケモンの種類ごとに異なっている。 多くのポケモンは必ずオスかメスのどちらかであるが、ルージュラやケンタロスのようにどちらか片方の性別しかいない。種類も存在する。ヒトデマンのようなモチーフとなった、生物自体に、性別のないポケモン。ビリリ玉のようにそもそも性物自体が、モチーフではないもの。伝説のポケモンはすべて、性別不明とされており、ゲーム上でも、性別の表示はない。ただし、性別不明は、 必ずしも性別が存在しないという意味ではないとされ、実際にはポケモン研究家がまだ正しく性別を判断できる段階にない場合もあるとされている。後のシリーズであるポケットモンスタールビーサファイアには伝説のポケモンでありながらも性別が明示されたラティアスとラティオスが登場している。性別はゲーム上では講述する卵の要素と技メロメロに関わる。 ゲーム中で他のポケモンと同じように手持ちに加えたりボックスに預けたりできる卵とは卵ポケモンのたまたまやラッキーに直接関係するものではなくポケモンの赤子が入った卵そのものを指す。設定上誰も生まれる瞬間を見たことはなく実際にポケモンが産んだ卵そのものかどうかは定かではないとされ宇津木博士によって保育器のようなものかもしれないとの仮説が唱えられたと されている。ゲームシステムとしての、卵は、以下の条件を満たす、組み合わせのポケモンを、それぞれ一匹ずつ育てや夫婦に預け、ある程度フィールドを歩くと発見されるもので、さらにこの卵を育てや夫婦からもらい手持ちに加え、一定歩数移動することで、卵から、メスと同じ種類の系統のポケモンをのうち一度も、進化してない種類のポケモンのレベル5の個体が、 帰るという仕組みになっている卵は野生のポケモンを捕獲するゲーム中のイベントで手に入れる以外の新たなポケモン入手の手段である。卵グループとはポケモンの卵が見つかる組み合わせに関わるポケモンの分類であり、すべてのポケモンはその種類ごとにどのグループに属するかが定められている。卵未発見に属するポケモンを預けた場合はいかなる、場合も卵は見つからない。 卵グループ一覧生まれるポケモンがレベルアップで覚える技を両親が育てや夫婦に預けられた時に覚えていた場合は生まれてくるポケモンもその技を覚えている。また生まれてくるポケモンの卵から生まれる場合のみに覚えている技の中に預けたオスのポケモンが覚えている技と同じものがあれば生まれたポケモンもその技を覚えている。例えば植物グループに属し 花びらの舞と眠りごなを覚えている謎の草のオスと植物グループに属し眠りごなを覚えている不思議種のメスで見つかる卵からは花びらの舞と眠りごなを覚えたレベル5の不思議種が帰えるオスのポケモンとメトモンを預けた場合であっても生まれてくるポケモンの卵から生まれる場合のみに覚えている技の中に預けたオスのポケモンが覚えている技と同じものがあれば 生まれたポケモンもその技を覚えている。手持ちポケモンであるか預けているかを問わず、ポケモン一匹ごとに道具を持たせることができる。それにより、以下のようなことができるようになった。ピカチュウ版では、大木戸博士からもらったピカチュウのみになつきの概念が存在したが、本作から所持している自分のポケモンすべてになつきの度合いが存在するようになった。 ポケモンの種類ごとにそのポケモンを入手した時の夏木旅の初期値が決まっており、一定歩数連れて歩く、特定のアイテムを使う、品種状態にするなどの行動で増減する。また、通信交換に出すと初期値に戻る。夏木の具合に関連する要素は以下の通り。怒りの湖で必ず遭遇する赤いキャラドスのように、体の色が通常と異なる場合が、 すべてのポケモンの種類に存在しうる。遭遇時には光るようなエフェクトが発生し、通常との違いは一目瞭然であるが、プレイ中の本体がカラー表示でない場合は光るようなエフェクト以外では区別しづらい。色違いであるかどうかは、ポケモンの生まれつきの強さと関係しており、すでに通常の色のポケモンが新たに色違いのポケモンになることは一切ない。野生のポケモン。 ゲーム中で人からもらう、卵から帰るなど、入手条件は問わないものの、色違いのポケモンを目にする確率は非常に低いものとなっている。タイムカプセルは、ュシしてまでシナリオを進めると利用可能になる、通信交換のための新たな施設で、ここで本作、金、銀、クリスタルバージョンと前作、赤、緑、青、ピカチュウのポケモンを通信交換することができる。 前作から送るポケモンに制約は一切ないものの本作から送ることができるポケモンは前作にも存在する図鑑番号が001から151までのポケモンとなる覚えている技にも制約があり前作に存在しない技を覚えているポケモンをその技を忘れさせない限り送ることはできない前作から連れてきたポケモンは何らかの道具を持っていることが多く 何を持っているかはそのポケモンをどのように入手したかによることが多い。例えば、野生のピカチュウを捕まえて進化させたライチュウは木の実を持っており、最初から野生のライチュウとして出現したものを捕獲して、送った場合は金の葉っぱを持っている。ナンバー001から151のポケモンに前作から存在した技でありながらも、 本作で初めて覚えられるようになった技を覚えさせて、前作に送ることもできる。不思議だね、人影、ゼニガメ、オムナイト、カブトとそれらの進化型や、伝説のポケモンであるフリーザー、サンダー、ファイヤー、ミュウ2を入手するには、このタイムカプセルを利用して前作から連れてくることが、必要となる。また、前作の技マシンでのみ覚えられる技を覚えたポケモンが欲しい、場合も、 タイムカプセルを利用する必要がある。ゲームボーイカラー本体の赤外線通信機能を利用した遊びで、1日5回まで他の金、銀、クリスタルバージョンと行え、お互いにランダムに何らかの道具などが手に入る。特にここでしか手に入らない模様が絵グッズがある。また、最後に不思議な贈り物をした相手のその時の手持ちポケモンを持ったトレーナーと時はティの トレーナーハウスで戦うことができる。この遊びは本体がゲームボーイカラーの場合のみ可能となる。上都地方の若葉タウンに住む主人公はある日この町でポケモンの進化についての研究を行っている宇津木博士に呼び出される。早速隣町吉野市の先30番道路にあるポケモン爺さんの家までお使いを頼まれ。 その際に博士が見つけたという新しいポケモン日の嵐、ワニの子、チコリータのいずれかをもらう。ポケモン爺さんの家に偶然居合わせた、大木戸博士に、トレーナーとしての才能を見抜かれ、ポケモン図鑑を渡される。帰ろうとした矢先、博士から、ポケモンが盗まれたと、緊急の連絡が入る。帰路の途中、赤い髪の目つきの鋭い同い年くらいの少年に、因縁をつけられ。 バトルとなるも、無事退りぞけ宇津木研究所に戻ると、大きい博士に、ポケモン図鑑をもらったことに驚いた宇津木博士から、各地のポケモンジムをめぐり、ポケモンリーグに挑戦してはどうかと提案される。こうして、ポケモントレーナーとなった、主人公は各地を巡る過程で、一度は解散したと思われた悪の組織、ロケット団と対決することになる。 途中怒りの湖で出会った謎のマントの男、渡るの協力を得て、長寿タウンのアジトを壊滅させ、その後さらに小金シティのラジオ島を占拠する、ロケット団の幹部たちを倒し一連の騒動を解決に導く。ロケット団との戦いの後、本来の目的であったすべてのジムバッジを得て目指した、赤英高原にたどり着いた、主人公を採用で待っていたのは、あのマントの男、 チャンピオンの渡るであった。前作、赤、緑から引き続き登場する人物も多いため、ポケットモンスター赤、緑の登場人物も参照。詳細は、上都地方及び関東地方を参照部隊となる地方の一つ、上都地方は近畿地方をモチーフとしており、漢字では上都、または上都と書く。前作同様、街の名前は色の名前に由来している。 シリーズで唯一サウンドトラックが発売されていないが、リメイクである、ハートゴールド、ソウルシルバーのサウンドトラックの3枚目のディスクに、本作の BGM 全曲を再現したものが収録されている。ポケットモンスタークリスタルは、金、銀の別バージョンである。パッケージのポケモンは、ついくん。金と銀との違いと同じように、クリスタルバージョンもポケモンの出現率。 出現するポケモンの種類、図鑑のテキストがそれらとは異なるが、さらに一部シナリオやシステムの追加、変更、フィールドマップや一部ポケモンのグラフィックの変更、女の子の主人公の追加、モバイルアダプタギガバイトへの対応、オープニングムービーの変更などが施されている。別バージョンとしては、前作で同様の立ち位置にある青とピカチュウに比べると、シナリオ、 システムともに新要素、追加要素が多いのが特徴で、金、銀ではプレイヤー自らが発見しない限り合うことのない伝説のポケモンが本作では目立つ形で、シナリオに登場する。特にパッケージにも採用されている伝説のポケモン、スイ君は、シナリオの各所で関わるようになっている。クリスタルバージョンは、モバイルアダプタギガバイトを、ゲームボーイカラーに接続して電源を入れることで、 モバイルモードとなり、これ以降は起動するたびに、モバイルシステムギガバイトのロゴがオープニング再生前に表示されるようになる。それと同時に、タイトル画面の後に表示されるメニューに、モバイルとモバイルスタジアムが表示されるようになる。タイトル自体は、前作の発売から間もない1996年の春にポケットモンスター2として発表され、 発売予定時期は1997年末とされていた。しかし開発が大幅に遅れ、1997年夏の Nintendo Space World 97で体験版が出展された。それ以降、ポケットモンスター2のタイトルロゴが変更されポケットモンスター、金、銀1998年3月下旬、発売予定となっていた。 結果として発売されたのはさらにその1年以上後、赤、緑の発売から3年半以上が経過した時期であったが、それが本作の前作の3年後の物語という舞台設定とリンクしている。最終的に1999年11月まで発売が延期されたため、アニメ版が金銀編のストーリーを先行する形となった。開発当初は赤、緑同様、 ゲームボーイ用ソフトとして発売予定だったが、開発の遅れにより、ゲームボーイカラーが先に発売されたため、ゲームボーイカラー共通カートリッジに変更された。このため、当初公開されたゲーム画面のスクリーンショットは、赤、緑と同程度のグラフィックだったが、製品版におけるゲーム画面ではグラフィックが向上している。当時、ハール研究所社長であった、 岩田聡氏はプログラマーとして、グラフィックの圧縮に貢献しており、VC 版、金、銀のポケモンを、ポケットモンスターウルトラ3ウルトラムーンへ連れて行き、森本とのバトル陣に手持ちに入れていると特別なメッセージを聞くことができる。発表初期には、スピードアップアイテムの変更として自転車が、スケートボードになるといくつかの雑誌で発表され、公式イラストも登場したが、結局変更されず、 自転車のままだった。また同時に相手トレーナーのポケモンを捕獲できるようになるというシステムも発表されたが、こちらも廃案となった。当時任天堂はゲームボーイヨーロムカセットを台湾で製造していたが、発売同年9月に起こった921大地震で製造工場は大打撃を受けた。そのため同年11月1日に予定していた。 ニンテンドーパワー用ギガバイトメモリーカートリッジの発売を翌年3月1日に延期し、全製造ラインを本作に回すという緊急の処置を取った。だが、需要に対して供給は全く追いつかず、発売1ヶ月ほどは深刻な品薄状況が続いた。しかし、そのような事態に見舞われながらも本作は1999年ゲーム、売上本数1位となった。 バッテリーバックアップ機能を持つギガバイトカートリッジの例に漏れず、本作のカートリッジも内蔵のコイン型リチウム電池が切れるとセーブデータは消えてしまい、新しくゲームを始めてもセーブデータを記録できなくなる。さらにこの電池はリアルタイムクロックの維持にも使用されているため、通常のバッテリーバックアップ機能付きソフトよりも消耗が激しい。パッケージ内に同梱されている。 印刷物では、電池寿命はおよそ2年とされており、製造販売元の任天堂は、有料で、電池交換を行っていたが、すでに電池交換サービスは終了している。2017年6月6日のポケモンダイレクトにて、2017年9月22日に、任天堂ー 3DS 用、バーチャルコンソールソフトとして、金、銀の2バージョンが配信されることが発表された。 先行して、同年9月14日から、あらかじめ、ダウンロードを開始した。ゲームボーイカラー版の画面を再現オリジナル版、同様に、VC 版、金、銀同士の対戦、交換や、VC 版、赤、緑、青、ピカチュウとの交換が可能。また、ポケモンバンクに対応しており、VC 版で捕まえたポケモンを、ポケットモンスターザンムーンや、 ポケットモンスターウルトラさんウルトラムーンへ連れて行くことができる。2018年1月26日に VC 版クリスタルバージョンが配信。こちらもポケモンバンクに対応する。ただ資金銀にあったポケットプリンタやクリスタルのモバイルアダプタギガバイトの機能は使用することができなくなっている。ありがとうございます。